バチコイ心理学。今日はオープニングトークは一応 YouTube が600人になぜかもういきなり行ったので、とりあえずその話ですかね、増えましたね。だからまあゲシュタルト関係のやつはまあそこそこ見られてるから、その影響とかもあんのですかね。ゲシュタルト本当当たったね。あれ面白かったですそれで面白いと思って登録してくれた人が単純にいたのかもしれないですし、マニア向けだけどね、ボノス、うん、あるいは一応しばらく毎日投稿はし続けてるから、それで YouTube が乗り気になってくれてるかもしれない。あ、毎日投稿はある気はする。すごいな、ゲシュタルト236までいったよ、ベルトハイマー。ベルトハイマーなんかめちゃくちゃ人気コンテンツ俺ゲシュタルト心理学じゃないんだけどな、専門。岩田さんそういう癖ありますからね。ダイエットの人じゃないのにダイエットで LINE ニュース載ったりしますから、ね、そうそう、全く自分の専門ではで話が来ないっていうね話来たらまあちょっと力入りすぎて滑るぐらいのもんですから、ね、ああ、まああるかもね。いやでもウェルトハイマーはすごいですね。だってケーラー・コフカも200回超えだからさ、うん、確かに。でもあの辺の人たち何してんのかなってよく分かんない人いますけど、岩野さんのあれ見たら完全に理解できたもん。いやできたでしょ、うん、すごいできたでしょ。いやあれね、ほんと僕すごいと思いましたよ。もう2週間相当調べたからねだってケーラーの本とか買って読んでたもん俺すごいっすねフォン・ラーゼンフェルトがね、なんかいなくなったこともケーラーが書いてんだからさ。あ、そうなんだ。そうなんだと思って。ケーラーの本なんて買ったんですか。買った買った。一冊ね、日本語訳になってんの。あ、そうなんだ。うん。ゲシュタルト心理学入門だったかな。へえ。Kindle で買いましたよ。それこそ結構マニアックですね。マニアックだよね。でも岩野さんバチコイやってなかったら絶対買うことなかったですよね。きっとゲシュタルト心理学入門。いや、あのバチコイを始めてからね、本当にね、あ、俺って心理学オタクなんだと思ったの。そうっすね。ただのオタクですから。だから、ね、苦痛でやめたい青木くんって言うかと思ったら、あ、これ面白いなと思った。でも岩野さんはだからやっぱり面白いと思うと思ってましたよ。本当にラジオもそうだし、うん、でも YouTube のその演じるって方に関してはこんなにハマってくれるとは思わなかったです、ね、岩野さんは完全に一人語りが一番適してますよね。ギリ3人まで、うん、4人以上はもう俺はね、あの壁の花です。ただ輝くだけの壁の花です、まあ、今後もなんかね、あのいろいろなんすか、歴史とか語ってくれると思いますけど、次はどうするでしたっけ。次はだからとりあえず認知心理学今調べてて、なんか大筋は分かってきた、はいはいはい、うん、でやっぱゲシュタルトのさ話が出てきて、で、チョムスキーの言語論の話が出てきて、ナイサーの認知革命になるんだっていうところまでは分かった。なるほど。次はまあ認知心理学。結構ね勉強になってる。うん、こう、あ、思ってるよりやっぱ行動主義ってあのマイナーなんだって思ってるもん最近。なるほど。いやでもまあそうですよね。僕たちのこの世界にいるからそういう風に感じてるだけですからね。それこそまあ斉藤先生とかなんてゲシュタルト心理学とか認知心理学の人だから、うん、いやちゃんとさテキストにさ、この時点で心理学、あの行動主義は完全に敗北をしたのである、そこから認知心理学の時代が来たって書いてあるからさ、うん、そんなにはっきり変わるぐらいのことなんだと思って、うん、いや怖いね、ちょっとしか知らないって怖いねって思って。そうですね、確かに。でもそうやって全体像を知れるとやっぱりなんか心理学者としては深み増してきますよ、ね、なんか、うん、岩野さんが知識つけてるだけなのに僕も知識つけた気になりますから、ね、あれ岩野の読んでる全てを一番聞いてるのは青木俊太郎だから、そうです、ね、だからどうかそうじゃないか、
ある意味私は相当得してますよ。だから私なんかああいう本読むのあんまり得意じゃないし、調べるの得意じゃないですけど、聞いたらあ、そうなんだと思って面白く聞けますからね。だからね、青木くんに編集をね、ずっとやってもらって申し訳ないと思ったけど、今ね、それに近いぐらいのね、調べてるから、ちょっとなんかこう、そうですね、やっと対等になれた気がするよ。いや、なんか編集してても、だから最近面白いですよ、結構。知識も単純に定着するし、まあ、どこででも役に立てられますから、こういう知識。いや、だからゲシュタルト心理学はちょっと、半分笑いで頼んでみましたけど、まあ、普通に良かったですよね。すごい良かったですよ、でも本当に。青木俊太郎のね、リクエストには 100% 応えてやろうと。今のは 100% で当たるぞと思ってやったよ。楽しみです。次は、やっぱりまあ一番最後は精神分析と行動主義をまとめてフィニッシュにはしてもらおうと思いますけど、そこまでにまあポジティブ心理学も、ストレスのやつも取ったし、あ、ごめん、ストレスのやつこの後あれだ、書き込むわ。あ、お願いします。で、認知心理学で、発達心理学、パーソナリティ心理学、社会心理学あたりが続々と来てくれますから。いや、発達心理学がね、まだ全然わかんないんだ。ちょっと最近ね、興味を持ってるのはね、ピアジェとビゴツキ。あ、ビゴツキがね、かっこよすぎるの。そうなんだ。これ偏愛っぷりちょっと聞けそうですけどね。だから、ね、心理学界のモーツァルトと言われてるんだよ。へえ。35だか7で死んじゃうのね。あ、そうっすよね。でもそのね、その間にいたらもう俺の時点で生きてないわけよ。うん。青木くんぐらいの時は死んじゃうからさ。そうです。その業績がね、やっぱね、巨匠ピアジェに対して、その、彗星のごとく、あ、赤い彗星、ビゴツキがですね、それまた輝くんですよ。ちょっと、ね、発達心理学的には若干そっちになんか興が乗ってはいるけどね。そう。いや、でもそれでもいいですけど。でもまあ、そこの2人の話だけでも聞きたいですけど、ね、うん、彼ら2人はね、関連書籍は結構たくさんあるから、うん、人物像を掘り下げるのは結構できると思う。そうなんだ。もうなんかプロですって。何のプロか分かんないけど。確かに何のプロか分かんない。ストーリーテラーです。でもまあ、岩野さんにもそこの域まで行ってほしいもんですけど。ちょっと待って、俺の専門さ。俺の専門歴史じゃないよ。あ、違う。産業と健康心理学と依存と CBD だよ。でもその健康心理学の歴史の話すると若干滑るっていう現象がやっぱり今回も起きましたからね。やっぱね、そう、自分がやりたいことじゃないんだろうね。うん、俺の能力は俺がやりたいことに対して発揮されないんだろうね。なんすかね。だからゲシュタルト心理学は、まあ、今野さんの専門外だったことは僕完全に知ってましたけど、完璧に来ましたからね。それでやっぱりさ、俺の歴史を紐解けばさ、ポジティブ心理学やるって言ったらさ、誰にも分かられずにさ、堀内さんと二人でさ、セブンイレブンの前でコーヒーを飲むっていう日々を過ごしさ、でやれって言われてやった依存がこうね、依存の岩になってるじゃないですか。うん、で産業やりたいって言ったら全然恥の棒にも引っかかんないんでさ。確かに。もう俺は、ね、自分がやりたいことではヒットできないっていう、なんか呪いをかけられてるんじゃないのかな。そうです。